なんだなんだ、この揺れは。あれはセミモグラだ。バカな、生き残りが。でかいな、頭が二つも。セミモグラだ、復活したぞ。ピーター君、君は今どこに。私は後で、このものは私にお任せください。この効果はあまりに高く、まさにオリハルコン並みの強度だが、同じオリハルコンの武器なら切れぬ道理はない。ルベリア先輩。ピーターグリルよ、不測の事態とはいえ、こたびの働き誠に大義であった。はい。しかしギルドに代々伝わる宝剣、何故そのような形状になっておるのかな。修復を間に合わせるために斧に改造したなんて言えない。ここは恐れながら、私は今回事前に里を巡り、ドワーフと我々との関係を見直すべきとの考えに至りました。ピーター君も私と同じ考えは。その結果、現状の不平等な同盟を改めるために、私はあえて、そう、あえて、私はこの宝剣の加工をドワーフの天才技師ミスリム城に依頼したのです。
結果、切れ味はご覧になられたでしょう。ドワーフの里にはモリハルコンを加工するだけの高い技術がまだまだあります。つまり現状の一方的な搾取ではなく、戦士ギルドからは武力を提供し、ドワーフの里からは武器や加工技術を提供するというウィンウィンな同盟関係を私はここに提案いたします。なるほど、史上最強の男が言うと説得力を感じるぜ。ミスリム、働いたのか。お前が里のために。その、まあ。おお、そんなことは。恥ずかしいだろう。父上、前向きな協議は。うまくいったな。小種の件も含め約束は守れよ。約束？ちゃんと責任取ってはしないよな。一生あんた。ピーター殿、話はすべてミスリムから聞きましたぞ。ゴルドー殿。折り入って話とは何じゃ、ルベリアよ。父上、私はギルド長ルベリア様、出立の準備が整いました。うん、ルベリアよ、話なら道すがらにでも。いえ、私はこのまま父上とは戻りません。何？以前にも申し上げた通り、私はピーター君と二人きりで旅行に。ここに旅行券も。な、わしは認めるぞ、ルベリア。さあ、ルベリアよ、共に家へと帰るのだ。良いな。ピーター君、私は勇気のおまじないです。ピーター君。父上、ならば私は家を出ます。え、一体どれだけ持っていくのじゃろう。自分は納得いかないっす。これはまた子種の分配を見直さねばなりませんね。どうしていつもいつもこうなってしまうんだ。しかもピーター殿、話は全て聞きましたぞ。え、まさかルベリア様との関係を捨ててまで我が娘の面倒を一生見てくださるとは。え、ルベリア先輩を捨てる。それは嫁にするということでは。ほう、よもや軽い気持ちで娘に手を出したとか、そんなことはありますまい。そんなことは。ギルドと里のウィンウィンな関係を維持するため、我が娘のこと、お頼み申し上げますぞ。そんな、ルベリア先輩を捨てるだなんて。まずい、まずいぞ。このことを奴らに知られたら。黙っててもよいが、追加のお金を。だろうな。いっそルベリア先輩を連れて二人でどこか遠い異国の地へ。ダメだ、俺にそんな勇気は。あ、ピーター君。ルベリア先輩、お戻りください。ルベリア様、家出などおやめくだされ。家出さあ。家出って。ああ、父上が旅行をお許しにならないので私が自分で決めたのだ。え、一緒に行ってくれるね。はい、さあ行こう。二人きりの旅へ。先輩が。おざかしい、ピーター様。やれやれ、カゴの中の鳥が翼を広げてしまいましたか。
いいんですか、このまま二人で。ああ、ピーター君と二人ならどこへだって。そうだ、俺にはもうルベリア先輩以外何もいらない。あなたさえいれば。君さえいれば、たとえどんな障害があっても。俺たちはきっと幸せなゴールへたどり着いてみせる。